リズム英語っていうね、はい、ところもあのすごく大事なポイントがあって <laughs> このリズムっていうものが日本語と英語って全然違うんです、うん、Thank you for letting me know Thank you for letting me know そう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 なると外国の人にいきなり通じるんです大コレイングリッシュ You can do it Let's speak English 大これイングリッシュですレイ、えー、さん このね取り組みしてきながら、はい、半年経ちましたよ、こちらも。ね、うん英語、こうやってね毎週、まあ、触れていきながらやってきて何か変化ありましたかなんかね、今までだとちょっともう、うんうん、よその避けたいものだったのが、ねねね、もこれ、もう手出したら大変だし<う>みたいな感じであったよ、ね、ちょっとなんか、どっか隙間にこう忍び込めそうかなって。ね、それ、すごく大事で、それ、なぜそうなったかっていうと。うんうん 少なくとも毎週触れていたり、うん、ね、口に出してるしね。ね、それ積み重ねってすごく感じてもらえてますか？はい。ね、うん、実際に、うん、あのこれアーカイブ放送あるからね、一、うん、<laughs> 回目とかのね、レイさんのたど,どたどたどしい感じ。<laughs> レイ<と>、うん、さん、ちょっと言ってみてっていう時の反応素早い反応と、うん、それがねもうちゃんと伝わるようになってる発音で言えてたりして、うん、今日は褒めてまますすありがとうございそしてね今後もねもちろんコツコツと、はい、で聞いてくれてる皆さんもそうやってね毎回、あのー、本当にち立つもでやっていてもらいたいなというところで。はい それで僕がねあのやってきているリズム英語っていうね、はい、ところもあのすごく大事なポイントがあってこのリズムっていうものが日本語と英語って全然違うんです、うん、これね例でちょっと言うと「レイン」えー「レイン」Rain、<Rain> これが雨ですよねはい <laughs>、はい、それが降ってきたよレインの部分を日本語にして「何レインが降ってきた」はい日本語でどうぞ 雨が降ってきたはい、でも今度は、えー、キャンディーの方うん、キャンディーを舐めているこれ日本語でどうぞ雨を舐めているそう、今この「雨」っていう言葉の音の高さが違ったの分かりますか?「はい雨が降ってきた」「雨が降ってきた」それに対して「雨を舐めるあそう雨を舐めている」これ結構ねあのー。<laughs> 地方の方とかだと一緒だったりしてこの話が通じないときあるんです雨が降ってきた雨をなめるってなっちゃったのね逆になったらなんか「おや?」って思うじゃないこれが実は日本語のちょっとしたアクセントとかリズムなんですつまり「肯定アクセント」ってやつなのね音の高い低いでやってますこれ英語は全然違うんですじゃあれさんここの日今日のお題 これ英語ちょっと今読んでみて Thank letting you for letting me know. そう今、レイさんが発音したものは、はい、これ日本語っぽい英語になっちゃってる、はいうん。<laughs> でさっき言ったあの、うん、日本語って肯定アクセントっていうのがあったりするんだけど、はい、英語はどういうアクセントがあるかっていうと、うん、強弱アクセント強いところを作りますと、うんはい、ちなみに強いところ「Thank」。 <Thank. S 1> 最初の単語ね。あと、Let.No.No. これちなみに、Thank you for letting me know っていうのがね、<laughs> あの英語のフレーズでなんだけど、うん、僕はちょっと多分レイさんさっき読んだとの違いがあって、はい、強いところを意識してるんですね。はい、つまり、Thank、Let,No。ここは強いところです。はい、で、その3つの単語だけ。 うん、意味をつかむと、Thank、感謝する、Let、何々させる、No、知る、知らせてくれてありがとう、はい、もうそれだけで意味が通じるの。はい、その他の部分はあの弱くていいし単語がくっつくぐらい急いで言っていいよと。うん、ちなみに Thank you for letting me know。 Thank you for me know. そう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 なると外国の人にいきなり通じるんですんさっきの、えーっと「ちょっと練習させてね」って読んだのは、うん、もちろんいきなりだったらので大変なんだけど、うん、もうその時点からどこに強いアクセントがあるのかなって意識をすると。これをどこを強くするかっていう見分け方っていうのもあるんですか、はいうん、あります。はい、見分け方はちょっとまあ専門用語で言うと内容語。うん きのう語っていうのがあって、うん、内容っていうのは、そのメッセージを伝えるわけじゃないですか、うん、英文って、ここのフレーズだったらありがとうって言いたいですよね、はい、だから、サンクのところは強く言うと、はい、言うっていうのは、あなたじゃないですか、うん、あなたって重要じゃないじゃないですか、うん、あ,の <laughs> あの、一番大事な方としては、サンク、ありがとう。うん で、Let という動詞、No と、はい、いう動詞、そういう、えー、大事な部分が強くなるっていうのが一応ルールになってて、はい、このね、いろんな英語で触れていきながらその強弱っていうのを意識すると、だんだんそのね、うん、内容語ってここだなって分かってくるようになります。じゃあもう一回練習しましょうか。はい、Thank you for letting me know。どうぞ Thank you for letting me know。Thank you for letting me know。 さっき惚れてみの。そう。じゃあ、お便り来てますよ。ありがとうございます。健太さんからです。いつも嬉しいです。いつも嬉しいです。大輔さん、レイさん、こんばんは。こんばんは。毎週聞き逃さないように、スマホのアラームセットして聞いてます。ああ、嬉しいですねあうーー。あの、金曜の夜。ねえー、あ、聞かなきゃとね、聞いてくれてます。<laughs> はい。新曲、風が吹いたら、を聴きました。 はい、目を閉じると初夏の風を感じられるような爽やかな曲ですね、うん、あの本当に緑がね溢れるいい時期にリリースできてね,ねよかったなと。 あと、えー、ミュージックビデオ後半の、えー、公園でのシーンで遊ぶ大輔さんお茶目で可愛らしかったですとあのこう、風船の上を跳ねるとこでねそうそう毎回ねミュージックビデオの中でお茶目シーンをね入れてるんだけど、うん、今回はこれ森林公園のねそこの中であっもう絶対あそこで何か撮ろうねって言って、うん、それね名前がねぽんぽこ山っていうの。うん なんかたぬきさんのお腹のポンポコみたいな、ね、そこでポヨンポヨンってやってあれねでも結構ねあの、うん、危ないっていうか<ー> <laughs> ポヨンポヨン気味が結構余裕だよってやってるといきなりね、うん、なんかこうバランスを崩しちゃったりしてね<ー>前のめっちゃったりしてねそうあそこまた行ったらねぽよぽよポンポコしましょうね。ねうん はいそして英語の方もね触れてくれててくます、はい、英語の発音ですが、えー、英語と日本語ではしゃべるときに使う筋肉が,が違うのでそう、やっぱり普段から使うようにしないと口が動かなくなってしまいますねと、うん、本当にそうですね、これ、普段から、うん、ね喋ってると、れいさん、変わってきましたよね。うん うん、そうかな、嬉し<う>、うん、変わってきてるんですよ。うん、そうやってね、ダイコレイングリッシュでみんなで本当にね、うん、英語の筋肉にしていきますの、ねうん、これ、僕、よく学生には言ってます。これ、リハビリだよ、と。リハビリのように毎日ね、5分からやりましょう。うん、まあ、ダイコレイングリッシュがちょうどいいですね。ふ普段ね、CNN を見たりしてますと、政治英語とか多くて、意味がほとんどわかりませんけども、ね、そんなの見たり、映画の字幕スーパー版を見たり、あ けんたさんもね、うん、英語を触れてますね。自分の好きなことでね。英語を触れるといいですね。はい、発音を真似したりしてますと、とってもいいね。あの練習法ですね。好きなことでね。そうやってやっていきましょうと。とそう。興味を持ったことでやればね。 「らららただ風に吹かれながら」「みんなどこかでつながっている」